新たにノババックスのワクチンの国内での治験が始まりました武田薬品はアメリカのバイオ製薬会社ノババックスが開発している新型コロナウイルスのワクチンについて国内で治験を始めたと発表しました20歳以上の200人を対象に3週間空けて2回接種した場合の安全性などを評価しますノババックスによりますと イギリスで行われている最終段階の治験で89.3%の有効性が確認されたということです武田薬品はノババックスから製造技術の移転を受け厚生労働省の承認が得られれば今年後半にも国内でのワクチン生産を始めたいとしています